どうもしゅんです、こんにちは。バラマツです、こんにちは。はい、ということでですね、我々ちょっと真剣に悩んでることがありまして、今の直近の僕らの YouTube での目標が、登録者数25万人で、30万人、40万人、50万人っていう風にしてきたくて、で今就活数って言われたら40万人から、まあ基礎数合わせて60万人ぐらいっていると言われてて、 YouTube の登録者数60万人ぐらいはいける計算なんですよね。本当に就活生だけだったとしても。どうですか、丸松さん。言い方で一番すぎ。いやーちょっと言い換える。結構就活生に実際にヒアリングしたりすると、面接動画助かってますとか、自分と同じ悩みを持った人の就活相談動画すごく勉強になりますっていう風に言っていただくんですけど、それを思ってくれてる人の数が少ないのかなって思いますね、時期的に。で、皆さんのお力を少しでもお借りできたら嬉しいなと思ってます。まあ、その代わりちょっと僕はできること何でもやるので、はい。それこそコメントとかも、やっぱ密着企画とかしづらいっていうのもあって、やっぱ少ないんですよね。なので、どうすればいいかなっていうところを、ちょっと皆さんにも、ちょっと協力していただきたいなと、協力というか、ご意見をいただきたいなと思ってます。でも実際、本当にいい動画だったら伸びるんですよ。どういう動画が求められてるかとかを、ゼロから作る気持ちでやらなきゃなと思ってます。今の体制って週1で、まあ、3時間ぐらいの企画会議があって、それぞれのメンバーがディレクターとなって動画を作るっていう体制なんですよね。で、今、バラマツがリーダーとしてやってるんですけど、どうですか？今のメンバーの中に現役の就活生とかがいるので、うん、自分たちがリアルに困ってることとか知りたい情報とかを企画にできてる面は、なんかいい面としてはありつつも、やっぱりダイレクトに欲しいものはこういう企画なのにとか、もうちょっとなんか具体でいろんなこうご意見をいただけたら、もっと欲しいけど。いいと思う。具体でくれっていう、ね。具体でくれ、そう、ごやましいんですけど、でも、求められてるものをなんか発信するっていうことをやっぱり大事にしたいっていうのが一番あって、なのでご意見求むっていうところです。僕以外に7人合計8人ぐらいのグループチームプラス、その週4、5ぐらいで働いてインターン生含めて、まあ、15人ぐらいの体制なんですよね今。ただその15人って多いように見えるじゃないですか。でもなんか知らないけど人足りないんですよね、うん、思いません？なんかめちゃめちゃ思いますね。うん、朝7時から経営会議とかやってるのに、なぜか夜になっても仕事が終わってないとか。いや、なんでなんだろうね、あれ。なんでなんだろうね。撮影が午前中にあって、これでもかってくらい全力で帰ってきて、5分足らずで次の撮影に出るみたいな。帰ってきたらもうなんか8時、9時みたいな。多分非効率な部分とかあるんだろうなと思ったりとか、特になんか組織のトラブルとかはないけど、逆にウェットすぎてダーナーになってる部分もあるかなと思ったりとか、ちょっと客観的な視点欲しいっすよね。ご意見いただきたいなと思ってます。あらゆることにご意見を求めてる。いや、そうね。で、最近マハラジャパンっていうインドの Z 世代向けの YouTube チャンネルも運営していて、シュンダイアリの海外展開版をやろうとしてるんですよね、今。で、インドで人口13億人いて、Z 世代、その18歳から24歳が一番人口多いんですね。で、来年中国で世界一の人口になるっていうところもあって、これは、シュンダイアリ .com のサービスの方に合格者面接っていうコーナーがあるんですけど、受かった人の面接の様子が見れるっていう、結構需要あるんですよ。で、それを3年以内に、まあ、2000社くらい食べたいなと思ってて、顔出しなしなので、ぜひ出てくださる方いたら、出ていただきたいなっていうのと、ご意見もいただきたいなと思ってます。はい。聞かれた質問とか、受かった人の様子が見れるので、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。思い出になんか、1作品作ろうかな、みたいな感じで、ぜひ応募していただけたら嬉しいです。やっぱりやりたいことをやって、なんか、昨日より成長するとか、できることが増えるってのは、やっぱし、楽しいし幸せだと思うんですよね。だからその幸せを感じる人を世の中に増やしたいなと思ってます。なのでそれを達成するには、僕ら自身が成長し続けて変わり続けないといけないなと思ったので、なんかちっちゃい過去の成功体験は全部毎回捨てて、新しい筋肉をもう一回つけ直すっていうことをやり続けないといけないなって心から思ってます。圧倒的なちょっとスピードを出して走り抜けたいなと思っているので、ぜひ応援いただけるとすごく嬉しいなと思ってます。応援してもらうことは結果論かもね。うん。だから自分たちの責任というか、うん、自分たちが変わったらって感じよね。うん、周りも変わるし、うん、っていう形で。だから、ご意見求みますというよりは。ご意見いらないですよ。本当なんか、ご意見いただけるように頑張ります、本当。うん、なんか、でその頑張るって
ね、やっぱ結果が全てだから、その、うん、結果出るまでやり続けるっていうところですね。うん、でほんとなんか、あの、結構命かけてるんで、あの、ほんとやりきるんで、ちょっと皆さん、あの、見届けていただけるとなと思ってます。まあそう、あの、まあ事業を拡大するっていう上で、あの、ちょうど去年、5000万ぐらいの借り入れを銀行から借り入れして、で、追加でまた1億くらい借りようとしてるので、もうちょっと僕のこの背中に、今現状5000万と追加で 1.5 億ぐらいの、あの、借り入れ借金が、あの、入るっていうところは、なんかシンプルに、あの、事業を拡大するとか、作りたい世界観を達成するために、あの、やれることは全部やって、人生を、まあ、事業であったり、このチャンネルにかけるっていうところは、あの、やりきりたいなと思ってるので、頑張りたいなと思ってます。ということで、あの、今挙げた各種情報は下の概要欄に貼ってあるので、よかったら、あの、チェックしてみてください。ということで、引き続き皆さんよろしくお願いします。